こんにちは、動画をご覧いただいてありがとうございます。ヘアデザインスペース一で代表しております伊藤守です。一ではですね、お客様に、私たちからの、営業に関する情報であったりとか、あとヘアスタイルに関する最新の、記事などをですね、LINE を使って、メッセージで配信させていただいています。で、実際にサロンにお越しいただいているお客様ももちろんですけれども、まだお越しいただいたことのないお客様もですね、そういう情報を少しダイレクトにお届けできたらなと思って解説して運営していますので、この動画ではですね、もしよかったら、そちらのその LINE への、ご登録のやり方について、説明させていただいています。5分ほどでご覧いただける内容になっているので、よかったらぜひ最後までご覧いただいて、一円に、関心を向けていただいているお客様に、お役に立つ情報を、確認していただける機会になればいいなと思います。ぜひ、一度ご覧になってみてください。はい、では実際に携帯の画面見ていただいて LINE を起動します。そうすると画面右上に、友達追加のボタンがあるんですけれども、ここの中から検索を押していただきます。で、お友達、検索っていうところに ID というところがあるので、そこに、アットマーク、これアットマークをつけるのちょっと大事なのでぜひつけていただいて、アットマーク QDD0682、またアルファベットの E、こちらを入力してみてください。そして、最後右下検索サーチボタンを押していただけると、サロンのところに出てきます。こちらをぜひご利用になってみてください。ちょっと矢継ぎ早ではあったんですけれども、スマートフォンの画面見ながら、ちょっと設定できるようにと思って一応ちょっと動画に作ってみましたので、ぜひご参考にしていただいて、ご登録いただけたらいいかなと思います。で、友達の LINE 追加とかとちょっと少し違って、ご登録いただいた時点では、お客様の方にご登録いただいた時点で私たちの方にはちょっと通知が来るような設定にはなっていません。何かご利用の時だったり、ご相談の時だったりとかっていう時に、ぜひよかったらなんかスタンプでもいいので、ちょっと押していただけますと、私どものにも追加をしていただいたことがわかるので、そうしたら今度こちらの方からまたお返事を差し上げたりということができます。で、ご来店前の、事前のカウンセリングのご相談だったりとか、そうですね、何か欲しい商品があったりとかっていうところで、なんかお取引をお願いしますみたいなことだったり、お気軽にご声掛けいただけたらいいかなと思いますので、ぜひご活用いただけたら嬉しいです。またご不明な点などありましたらぜひサロンの方に、お越しいただいた時に、スタッフの方までお尋ねください。最後までご覧いただいてどうもありがとうございました。